Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。10月27日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。あのね、ツイキャスをね、ご覧の皆様はね、王子の姿わかると思うんですけどね、田舎のね、キャバクラの店長みたいな格好してるでしょ。今日はコスプレしてるよ。マスクマンでございます。はい、FM ギノワン FM 講座、仮装じゃない、ハロウィンの仮装対決ウィークということで名古屋も乗っかってみました。今日は私はもみじ紅葉、愛知県の紅蘭系の紅葉を表現しました。ツイキャスの方わかりますか。はい、そしてこれやってるんですけどね、見にくくてですね、あのマスクをしてて曇るし、時計も見にくいし、大変なダンサーズでございます。はい、ダンサーズ雲地姉さんなんだね。はい、一応髪の毛ピンクだもんね。ね、うん、こんな感じになっちゃった。はい、ということで今週のテーマは本ブック。今週のテーマは、仮装に全然関係ありません。本ブックです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄から FM ギノワンを選択してください。今日は、特にゲストコーナーはありませんので、メールをどんどん紹介していきたいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。はい、先週紹介できなかったメールを紹介いたします。はい、お願いいたします。テーマバーゲンですね、先週は。はい、ラジオネーム愛媛のしんちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマバーゲンですが、バーゲン大好きです。安いと思ってついつい服を買ってしまい、値札がついたままの服が何着もあります。バーゲンに当てはまるか分かりませんが、11月末くらいにあるブラックフライデーを楽しみにしています。去年はブラックフライデーのセールが某大手スーパーであり参戦しました。ビジネススーツを半額で購入できたり、ダウンジャケットが半額以下で買えたりお得でした。今年はコロナでブラックフライデーセールがあるか分かりませんが楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今年はなんかもうブラックフライデーとかいろいろなんかイベントがどっかなんか忘れ去られてるところがありますけどね。まあそうですよね。もう ね、どこに行ってもね、人集まっちゃいけないっていうね、3密になりますからということで ね、そうですよね。なかなかそういうイベントがね。まあそんな中でこんなリモートで仮装っていうのもちょっとね、いろいろ面白いなと思って。かなりね、大変なんだけどね。あの、お昼の番組でも見たんですけれどね、ゆきさんがアマビエのスタイルで可愛かったですよ。でも面白いのは髪の毛新聞紙で作ってて、なんか放送でカサ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 としてなかなか面白かったです。はい、はい、じゃあメールお願いします。はい、で今週のテーマですね、
あ、これはあれですね、アレックスさんね、王子の間違いなければね、本日ホークス優勝したんじゃないかな。お、お、今日リーグ優勝したんじゃないかな。やだ、だってもう、だって途中か、あ、そうなの。え、もう多分ね、間違いなければね、優勝してますからね。スタジオに入っちゃったからよくわかんないのよ、うん、アレックスさん、よかったですね、おめでとうございます、うん、おめでとうございます敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。秋の夜長は読書よりもプロ野球、やっぱりね、アレックスです。皆さん、皆さん、おしり探偵の本を読んだことありますか？絵本になってて一冊に2話入ってるんです。そしてあるページではお尻のイラストを探すんです。注意して探すから目が乾燥しちゃいます。簡単に10分ほどで読める本だけど、お尻探しに時間がかかります。読み終わったら目が疲れてしまいます。でもおすすめですよ、ってことなんですね。お尻探偵、これどういう本なんですかね。お尻を探すっていう、結構マニアックな本なのかななんかマスクマンが言うとだんだん変な方向に向かうよね。だよね。なかなか今日のテーマはね、うん、結構王子にとってはね、嬉しいテーマですね、うん、そうなの。本好き、うん、いや本好き、見るのが好き。なんか違う本な気がするけど、まあいいか。だから今日のこの今のテーマはテーマじゃないですね。このね、お尻探偵のね、うん、もうお尻にね、うん、そこばっかりでしょ、うん、ビンビン食いついちゃいましたよありがとうございました今日ね、ツイキャスで進撃のめいちゃさん、左誰ですか、姉さん出張中ですかってで、タイゴさん、もう誰が誰かわからんって沖縄ニュアンチュールさん、錦姉さん、とな、あ、錦姉さんになってる。トナカイさん、コーラン系の紅葉さん、こんばんは、笑いって。チームにさんも、コーラン系の姉さん、確かに、ちょっと違和感ですよね。ヒョーガチからもさん、キャーびっくりした、青森からツイキャス見てます、ダンサーズが気になるって、そうですよね、いきなり髪の毛ピンクですもんね。ピンクになっちゃった。何が何だか分かんないですよね。うん、シュブリームさん、こんばんは、番組間違えましたって。あ、合ってますよ。合ってます、合ってます。合ってます、ちょっといつもと趣向が違ってて。はい。はい。FM ギノワンのイベントに乗っかりました。はい。はい。はい、では、メール紹介します。はい。お久しぶりです。マシャレボリューションでございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰します。お元気ですかね。早速ですが、本日のテーマ、本。僕は本が大好きなんです。しかし、買っても読まなかったりすることがあるのです。最近は買った本を読もうと考えていますが、なかなか読む時間がなかったりで、頭を抱えて三角座りをして膝も抱えています。これじゃダメだ、これじゃダメだと反省する日々。でもまた勉強熱が出ており、目をつけたのが電子書籍。隙間時間に読めちゃうし、本もスイスイ読めちゃうので、知識が増幅しております。この勢いで普通の本もスイスイ読めるようになりました。結局何が言いたかったというと、俺のやる気がなかっただけなんですね。電子書籍で何かに気づきました。ふう、また俺の輝きが増してしまうんだな。キラキラキラ。あれ、ここはないのか、効果音。まあいいや。皆さんは電子書籍どう思われますか？最後にオチなんかつけて回答してくださると、あれうっさうっさうっさです。てるきなたけみ風でお願いします。あ、そういうことか。うっさうっさうっさですね。はい。ではまた。なんか滑ってる感じしますね。やだーちょっと。なかなか難しいあれでしたね。うん、はい。電子書籍。うん、でもどう、あんま王子読んだことないですね。そう、なんかね、うん、あ、そうそう、マスクマンとね、味噌煮込みはちょっと IT リテラシーが低いんだよね。ですね。だからね、電子書籍というより、うんっていう、まず電子書籍を、まずその購入するところで戸惑うもんね、また。そうだよね。で、うん、まあね、これは言っていいのかどうかわからないですけどね、電子動画はよく見ますね。うんほう、うん。あ、もう、突っ込みません。あ、そうなの突っ込みません。チムニシーカーサーさんが、真ん中のトナカイさん、僕と同い年のあの方って聞いてるけど。あの方。違うかもしれないですよ。え？ん？あの方、うん、違うかもしれない。あの方ではないんだね。あの方じゃないね。あの方じゃない。沖縄ニアチュールさん、マジックはセリーグのジャイアンツがついたのに、リーグ優勝はパリーグのホークスが先でしたね、ということです。あ、やっぱり間違ってなかったな。そうなんですね。おー。プリームさん、サラリーマン時代の最後の仕事は、辞典編、なんだなんだ
辞典王子これ読めない、ね、ほらもうみんな漢字スキル振り仮名やだごめんなさいシブリムさん辞典編さんの担当でしたが、うん、本をロックスポ読んだことがない自分には耐え難かったですということで辞典編さん申し訳ないですあの王子ねやっぱり読まないからね見る方ばかりだから漢字弱いなはいすいません、はい、はい、ありがとうございます。辞典編さんね一つ勉強になりましたはいではメールいきますキユ名古屋の皆さんこんばんにゃーこんばんにゃー読谷村のフルムイカリーです今夜のテーマ本恥ずかしながらこれまで本を読むという行為を軽んじてまいりました。お金を出してでも自分自身の自己研鑽のために本を読むべきだと様々な方が言っている、記されているのをよそに、私は給料が入る立場になって約25年間ずっと本を買わずに音楽 CD を買い続けてまいりました。おかげさまで自分自身の音楽ライフは充実しまくりでしたが、社会人としての私は果たしてというのが実感です。年齢もそれ相応になり、人前に出るような場合、その人なりの立ち振る舞いがそのまま出るような気が非常にします。本は様々なジャンルがありますが、読むことで知識はもちろん、語彙や表現力、考え方、価値観を広げさせる影響があると思います。遅まきながら焦ってむさぼり読み始めています。キリナゴヤの皆さんは愛読書とかありますか？僕は探しております。では番組最後まで聞いてますということでマスクも愛読書は愛読書それはこんなところでは言いませんよもう昔ね皆さんもね、中学生とか高校生ぐらいにね見たいなと思ってた本がねたくさんあると思います。あそれが今読めてる喜び、うん、それがねもうパッケージになっててね読めない時があるんだよねねえはい愛読書というか、やっぱり、多いのはやっぱり、ハーブとか植物関係の本が私は多いですね。うんうん、あ結局写真が多いんだ。あ写真、ね、どっちかっていうとね、文字じゃないのね。ダンサーズは、まあ、やっぱりですね、この前読みました、ラジオライフですね。結局そういう系に話してるね。ということでですね、はい、ちょっとね、でもモミジがね私の視界を邪魔するんですよ。だよね、もう王子もねこのねマスクのねなんかこの毛がね、うん、お目に入ってパチパチしてね、もうねシュパシュパシュ。もうお目目が痛くてしょうがないもん。そうなんかね画面が見にくい。姉さんサングラスだから画面見づらい見づらい。今日はね三人ともちょっとね見づらくなってますね。ちょっとね今日なんか大変よね。大変。そう、よその番組見てて、なんか、ゆきさんのアマビエのくちばし笑ってたけど、全然人のこと笑えないことに気づきましたよ、私。水。うん、なんかもうこの、たなびくもみじの顔がかゆいって。そう、結構かゆいんだよ、ね。かゆい。でも、王子の場合はまたこうね、来てますからね、一歩間違えるよね、うん、ジュディオングになっちゃいますからね。本当だね。そこおっしゃいますよ。うん、それは確かに。今日も冷えるわね。やっぱり冷えるかな。なんか確かに客引きに見えてきたな。客引き。いや、一応ね、店長っていう形でね。店長も、今日はね、キャバクラの店長もノリノリでやってますよ。店長も何、やっぱそうやっていろいろ着飾ったりするの。そうですよ。そっか。ね、うん、お店のね、スタッフよりか目立つようにね。うん、そういうもんなの？はい、やってます。はい、続いてですね。はい、じゃあ、メールどうぞ。泉佐野の特急サザンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鉄道が好きな僕にとって、本といえば時刻表です。旅行に行けなくても、時刻表を見て、何時に駅に着いて、乗り換え時間が何分あるかなど、見て旅行に行った気分になります。もちろん、旅行に行くときは、時刻表を見てきちんと調べてから行きます。じゃあ、またやーってことですね。でもやっぱり好きな方はね、時刻表で、うん、見てても楽しいっていうね、そういうところがあるみたいですね。私昔時刻表ね、ほんと読むの好きでした。いろいろ旅した気分になって、調べてて、うんうん、なったんですけど、なんかいつしかやっぱりほら乗り換えでスマートフォンで調べれるようになったら、すっかりなんかそれが億劫になって、うん、なんかやっぱり字も小さいからだんだんねなんか見づらいし行読み間違えるんだよね。はいはいはい。ねでもやっぱりそういう調べることっていうのは大事ですね。
ね、やっぱそうやって調べて、ね、こう乗り換えとかいろいろ頭活性化していいですよね。そうそうそう。だから王子の場合はね、こう地域の情報集みたいね、うん、今日のお店は何時から開くのかなみたいな、いろんなところをね、チェックしました。なんかさ、やっぱり情報収集変じゃない？え、うん、早く行かないとね、料金高くなるみたいな。そういうのあるの？あ、遅いとやっぱり高くなる。そうですね。あの、深夜料金じゃないですけどね。うん。どんどん高くなってその入る時間によって。そう、だから早くね、あの、早い時間にいらしてみたいなことが書いてあるからね。もう、う、ん、ざ、り。あの、別に、はい、あの、王子はちゃんとね、あの、公務をしてますからね。ほら、もう、うんざりって言われてるよ。はい、はい。じゃあ、次行きますね。はい、ラジオネームおばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ本、なんだかんだと増えてしまう本が部屋の中に溢れています。捨てれば良いのは分かっているのですが、なかなか捨てられないでいます。夢は壁一面の本棚を作ることですかね。叶わぬ夢ですが、今日はどんな仮装で放送されるのか楽しみにしています。ということで、こんな感じで放送してます。はい、はい、こんな感じです。って言ってもね、ラジオを聞いてる方はちょっと伝わりにくいのでね、はい、あれですけど、はい、マイク当てない。あ、もう大丈夫。もうやっぱりなんか感覚が見えないということで、はい、ま、じゃあ、はい、はい、CM です。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は、陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナゴヤ。はい、名古屋は栄養コーナーでございます。あのね、今日はですね、この3人がね、どんな、ね、仮装をしてるか、ね、はい、コスチュームをね、つけてるかっていうので、まあ、口でね、説明してみたいと思いますので、ね、改めてね。そうですね。じゃあ、あの、みそちゃんから。私からですか？はい、はい、そう、やっぱり沖縄は紅葉っていうのがなかなか見られないので、まあ、せっかく名古屋から沖縄に配信しているということで、そう、仮装のテーマをね、紅葉ということで、特に愛知県の紅葉の名所、紅蘭系の紅葉を表現しました。ということで、私のコスチュームはもみじなんですよ。そうですよね。ね、はい。で、やっぱりそう、せっかく名古屋からね、やるっていうんだったら、やっぱり、ね、ちょっと沖縄のそのパーソナリティさんとかラジオの番組持ってる方が、その考えつかない
コスチュームがいいなということでこれを選んだんですけれど、なんか綺麗にまとまってますよ。表現できてる、これ、うん、あ、でもいいじゃないですか、うん、はい、そう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 、ね、で一応ね、こうなんだろう、これこのもみじは本物？ん？このもみじ本物だといいんだけれど、実は愛知県ってまだね紅葉はもうちょっと後なんですよね。あ、そうですね、もうちょっと後ですね、うん、ちょっと先なので、ちょっとこれはちょっと作り物ですけれどね、はい、まあもみじの表現ということで、まあ、これでちょっとね、ツイキャスをご覧になっている方、まあ沖縄の方特にですね、ちょっと紅葉のこの雰囲気を味わっていただけたらなと思ってこれにしました。はい、はい、そしてマスクマンどうぞ。まあマスクマンと言われてもですね、もう今日もまたマスクつけちゃってますけどもコンセプトとして見たらトナカイなんだよね。で頭にこう角のカチューシャをつけてましてですね、うんうん、でこれはこれ毛布、茶色の毛布、毛布じゃない、これあれ、トナカイの毛並みでしょ。あ、毛並みなんですけどね、これね、ちょっとこうなんていうのかな、うん、これなんていうの、毛布ではなくして何これ、なんか言うじゃないですか、何、こういうなんていうの、バスローブじゃないよね、バスローブじゃない、バスローブみたいな、あ、でもこれ本当に毛布なんですよ、ね。で、それにですね、仮面舞踏会でよくつけてるようなマスクをつけて、うん、別にうん、それの意味がちょっと知りたかったんだけど、何何？いや、やっぱりちょっとね、顔を隠したいなって。恥ずかしい、うん。いや、恥ずかしいじゃなくしてね、うん、こう、ちょっとこう、うん、たまにちょっと違う気分でね、今日はもしかしたら、仮装よっていう。そうそう、今日はもしかしたら、SM の館に来たのかしらみたいな。それ違う？今日も早くチンが鳴りましたね。で、あとはですね、やっぱりトナカイというと、クリスマスですからね、こう、うん、なんかこう、クリスマスに合うような、このでかい蝶ネクタイみたいなですね、うんうん、その上にまたダンサーズが、このキラキラ光る、これ、これ、何これ、もう、あ、人のせいにしてる、人のせいにしてる。ジュディ・オングさんのような見せられてになってますからね、ちょっといろんな意味で散らかってますけども、そんな感じで。まあ一応王子だからキラキラ感を出しとかんといかんかな、ね、と思って、ね。先ほどから言いますけどね、田舎のキャバクラの店長が頑張ってるみたいな感じよ。もうなんかそうやって言われたらもうそういう風にしか見えなくなってきたよ。うん、でしょ？ね。そして、そんな感じです。ダンサーズは？なんか髪の毛ピンクいんだけど、はい。はい。やはりですね、この番組は、名古屋から沖縄へ発信しているということもあり、逆に沖縄ね、お聞きいただいていらっしゃる皆様、うちなちの皆さん、名古屋ってどんな風かなと思ってるんですけど、やはり沖縄の要素を出したかったっていうところもありましたので、なるほど、はい、なるほど。はい、某、くもじ局の姉さんですね。他局、他局、機関局、機関局、はい。ね、ツイキャスの皆さんね、はい。ね、くもじ姉さんっていうのがわかるんですけども、王子が見るとね、キキキリンさんに見えるんだよね。これ、うん、感じが、そう、うん、そう、このツイキャスのね正面から見るとね、昔郷ひろみさんと歌ってたじゃないですか。はい、はい、その時のなんかねサングラスかけててね、そういうイメージですね。あ、なんかですね、これ今、これカメラで映ってますけども、うん、なんかねこのキューティクル感がね出てる感じがしてね、ツヤがあるもんね。ツヤがあってすごくいいのかななんて、うん、はい、思っております。はい、ということでね、まあこんな感じで名古屋も参加してみました、はい、ということで、はい、今日は名古屋仮装は栄養でした。はい、キウナ名古屋。はい、沖縄ニュアンチュールさんがね、高蘭系は豊田市足助町なんだ、はい、大阪の美濃と並ぶ紅葉の名所なんですよね、と、うん、いうことで、チム兄さん、うんうん、今年は高蘭系に行けそうもないので見られてよかったですこれでいいんですか？これでいいかな？これで満足してくれるかな？嬉しいな。はい。はい。あ、メールいいですか？はい。はい。じゃあメールね、ご紹介します。はい。ハイタイぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私が20年前に出会った素敵な本があります。タイトルは、
人使いの上手い人、下手な人、バカになれる人ほど、バカになれる人ほど名リーダーになれる。とても参考になりました。ちょっとこう、なんていうんですかね、人をこの動かすようなあれですかね。なんかそういう感じの本ですよね。役職の方が読むようになってね。そういうような感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか？はい。はい、お三方さん、はい、こんばんは。こんばんは。皆さんの仮装が大変素晴らしいです。フルムンシーチです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ本。仕事柄デザインの参考になるような本を集めています。初めて衝撃を受けたのはジャズレコードジャケットを集めた本で、ブルーノットレーベルの作品集です。ドイツデザイナーが手掛けています。これに、20代で出会った時、半世紀前のデザインとは思えない斬新さが非常に刺激的でした。ということで、すごい写真届いてるんだけど、ごめんなさい、モノクロで見えないかな。でもなんかね、すごいデザインが、はい。はい、かっこいいっていうかね、なんですよ。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。はい、はい、ダブルワークを長年やっているため、本を読む機会は少なくなっていますが、20代前半の頃はフルダクイズの本やクイズ番組優勝者の著書を読んだり、小説では脚本家野島伸司さんの三部作ドラマの一つ未成年を何度も読んでいましたね。映画やドラマを見て泣くことはほとんどない私が、未成年だけは現実的かつ共感できるものがあるために唯一泣けたドラマでした。小説でも泣けました。ダンサーさん、みそにくしーさん、マスクマンさん、あ、これはあれですね、仮装が面白いですよっていうことが書いてありますね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、もうエンディング？はい、エンディングです。あれあれ、早い、はいはい、エンディングです。あっという間だったね。来週のテーマはクイズ。来週のテーマはクイズです。クイズ番組などクイズにまつわるエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。西川さん、僕が買ったハリーポッターを今は息子が読んでいます。発行日を見たら1999年でした。年取りましたということで、でもすごいですね、息子さんが読まれてる、ね、こうやってお父さんの本を読むって素晴らしいですよね。いい本はね、ずっと読まれますから ね。おかちからもしさん、教科書捨てようか迷ってます。いやいや、取っといてください。大事です。うん、たまに見返します、多分、はい。でもね、取ってある本もいろいろあるんですけどもね、はい、まあ、見る気が本当にないんですよね。はい、ということで、はい、お時間です、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ツイキャスの方、仮装も楽しんでいただけ。閉店ガラガラ言わんかった時間がありませんでした、ね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、仮装いかがでしたかね。もう目がね、パチパチだよね。もう木が入っちゃって、ごめんなさい。もみじが、顔がかゆい。見づらいです。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。来週、来週は普通です。まだ15秒あります。はい。はい。はい。ねえ、ではまたね、引き続き見てください。はい、いろいろ、うん、FM ギノワもコザも面白いですよ、うん、ツイキャスね。皆さん工夫されてます。はい、どんどん週末楽しみです。